さあこれからいよいよ今日最後の試合、120キロ級の決勝戦です。決勝戦に勝ち上がってきたのはまず赤、ウズベキスタンのアルトゥール・タイマゾフ25歳です。シドニーオリンピックのシルバーメダリスト、タイマゾフがオリンピック2大会連続の決勝進出、今度は金メダルを狙います。対する青のシングレットは去年の世界選手権第3位、イランのアリレザ・ラザイです。28歳。120キロ級の決勝戦はウズベキスタンのタイマゾフとイランのラザイの一戦になりました。さあ高田さん、はい、今日最後の最も重いクラス120キロ級の決勝戦、楽しみですね。そうですね、本日のメインイベントですね、これが、はい、今この試合を裁く審判団が紹介されています。まあ、ウズベキスタンのアルトゥール・タイマゾフ、シドニーオリンピックでは決勝で敗れて第2位だったんですが、2大会連続決勝戦に上がってきましたね。そうですね、はい、もう実力通り勝ち上がってきましたね、はい。まあ、一方のイランのアリレダ・ラザイ、去年の世界選手権では第3位でした。こちらも28歳、キャリアの長い選手ですよね、はい。さあ、ま、この試合、はい、イランの選手ちょっと膝が本当すごいテーピングしてますね、はい、両膝ご覧のようなテーピングです、はい、アジア大会は98年優勝の経験があるイランのラザイです。さあ決勝戦6分間がまもなく始まります。スタンドは今大小のイランの国旗、イランの大応援団がこのマットのすぐ上のスタンドを陣取っています。さあ試合が始まりました。120キロ級の決勝戦です。赤がウズベキスタンのタイマゾフ、そして青がイランのラザイです。イランのラザイが身長182センチ、一方のウズベキスタンタイマゾフは189センチ、7センチの身長差があります。さあ120キロ級の決勝戦、すでに試合が始まっています。ウズベキスタンのタイマゾフが赤、青のイランラザイ、この両者の決勝戦です。今日4階級を行われた決勝戦最後の試合、お互いに組手の攻防、立ち上がり45秒経過。さあここでお互いどういう狙いなんでしょうか。いや、タイマゾフ選手はですね、はい、パーテールポジションをですね、狙いに行くと思うんですね。なるほど、はい、グラウンドが得意ですから、はい、あ、逆に取られましたね。あ、タイマゾフが今タックルに行くが、イランのラザイがかわす。ここでどうやら赤のウズベキスタンタイマゾフパッシブを取られまして、イランのラザイがパーテールポジションを選択しました。ラザイ、さあラザイ有利の体勢で試合が始まります。立ち上がり1分7秒経過したところです。イランのラザイが上になりました。タイマゾフはここはこらえどころです。まあ、この2人も、アジア2002年のアジア大会、プザンの大会で戦ってますんでね、はいはい、タイマゾフとしては、はい、勝ってますから、はい、今回も少し余裕があるんじゃないかなって気がしますね。そうですか。ただこのアテネオリンピック男子レスリング、まあ、グレコローマンからそのフリースタイルと続いて、クラスによっては波乱も起きていますからね、はい、まあ、焦らないことですよね、タイマゾフ選手は、はい、ただイランの選手も国の名誉がかかってますからね。そうですよね。まあ、イランからの大応援団、大声援がお見に達しているかと思います。第1ピリオド、今1分45秒が経過するところ、赤がウズベキスタンのタイマゾフ、そして青がイランのラザイです。あ、パスできましたね。今度は青のラザイがパッシブを取られました。ここからですよね。さあタイマゾフはグラウンドのテクニック、ローリングですね、強烈なローリングを持ってますから、はい、ここを返されるとなかなかタックル取れませんからね、はい、さあ今度はウズベキスタンのタイマゾフが上になりました。得意のローリング出るかどうか。力がありますからね。ここから肋骨あばらのあたりを決めてローリング、ローリング返った、返りました。2ポイント、ウズベキスタンのタイマゾフ2ポイント先制。うまいですよね、今のローリングも。一回、はい、反対にフェイントかけておいて、そこから、はい、力技ですね、タイマゾフがまず2ポイントを先しました。第1ピリオド、
まあ、タイマーズ選手はタックルもできるんですけれども、そうなんですか、はい、片足タックル早いですよ、はい、一方ラザイはどういう攻め手があるんですか。まあ、ラザイ選手はやっぱり体がこう、はい、ちょっと、まあ、丸みを帯びてますよね、はい、そうですね、ですからまあ相手をこう刺していってですね、はい、投げ技をかけるとか、そういうレスリングですよね。なるほど、まあ、膝もかなり悪そうだしタックルはなかなか難しいと思うんですよね。そうですか。第1ピリオド残り15秒になりました。今日この会場最後の試合です。120キロ級の決勝戦、ウズベキスタンのタイマゾフが2ポイントをリードしています。まもなく第1ピリオドが終了します。第1ピリオド終わりまして2対0タイマゾフリードしています。まずタイマゾフが2ポイントを取りました。はい、これは予定通りですね。予定通り、はい、と言いますと、ローリングで必ずポイントを取ると、はい、ただちょっとタイマゾフ選手 そのタックルが見られませんね。タックルが、はい、はい、まあ決勝ということもあるしオリンピックの決勝緊張感もあると思うんですけども、そうしますといつもよりは慎重に試合を進めている、はい、ですね、あ、そうですか、はい、さあ第2ピリオドが始まりました。多分タックルでまず試合成立させると思いますけどね、はい、はい、場内はさあタックルに行くぞ、タックルに行くウズベキスタンのタイマゾフ、しかしそれからラザイが受けています。パシブ狙いですね、なるほど、はい、はい、そしてまたローリングかければいいわけですから、そうしますとタイマゾフにそのノルマに達するポイントが入ります。あ、また今レフリーからイランのラザイにもっと攻めなさいというコールがありました。攻め手がありませんからね、イランの選手は、はい、捕まえていけばいいんですけども、はい、そうですね、左から差しを狙っているんですけど、さあタックルに行くのはタイマゾフだ。イランのラザイ受けています。第2ピリオドの立ち上がり45秒が経過したところ、また青に攻めろというレフリーからの声がありました。さあ左を差してそして上になって、イランのラザイも懸命に突破口を見出そうとしているんですが、タイマゾフも動きません。ちょっと動きは悪いですね、決勝戦タイマゾフ選手。あ、そうですか、はい、むしろタイマゾフも動きは悪い、はい、あっと今度は青、また青にパッシブが来ました。さあパーテールポジションからまたタイマゾフチャンスですね。はい、ここで返されたら試合成立で終わってしまいますからね、はい、イランの応援団からは場内ブーイング。しかしウズベキスタンのタイマゾフ第2ピリオド、さあチャンスを迎えました。得意のローリングの体勢になった。さあ返せるかタイマゾフ、力が入る、そしてフェイントをかける、左右、そして回したか、回った回った回りました。2ポイント、2ポイント、そのままフォールが決まりました。フォール勝ち、タイマゾフが決勝戦フォール勝ちです。ウズベキスタンのアルトゥール・タイマゾフ、最後は見事にフォールを決めて金メダル獲得。あ、嬉しがってますね。前回シドニーでは決勝戦で敗れたタイマゾフが、このアテネオリンピックでは最も重いクラス120キロ級を制しました。あ、見事ですね。最後は得意のローリングから一気にフォールに行きました、はい、まあ、イランの選手諦めましたね。あ、返された瞬間もうブリッジしないで背中つきましたから、はい、もうこれ返されたら負けたという感覚ですよね。そういう、もうラザイの方も試合の流れが分かっていたわけですね、はい、しかしそのタイマゾフが得意のローリングを2回決めて最後は見事なフォール勝ちです、はい、まあ、前回シドニーでは敗れているだけにね、はい、そうですよね、まあ、まだ26歳ですか、はい、25歳ですね。あ、次のオリンピック2連覇を目指すでしょうね、はい、これで今日のフリースタイル4階級の決勝すべて終わりました。まあ、高田さん、はい、今日は日本、田辺がまず銅メダルを取りましてね。そうですね、歴史を守ってくれましたね、まず、はい、そして今日は午前中からその日本の2選手、明日の決勝トーナメントに向けてという戦いもあったわけですが、今日のその日本の選手の戦いぶりをどういうふうに高田さんはまとめますか。そうですね、各階級、まあ、田辺選手は本当に銅メダル、はい、本来は金メダル取ってもらいたかったんですけども、メダルをですね、銅メダルよく死守してくれたと、はい、
そして、池松選手ですか、はい、あ5位という結果ですけども、本当に頑張りましたね、そうですね、ちょっとしたことは、はい、ちょっと寂しい気がしますけど、まあ、これからまた勉強して次を上位を目指してもらいたいですね。池松は今日の5位6位決定戦に勝って5位入賞を決めています。小畑は残念ながら決勝トーナメント進出はならなかったんですが、まあ、ちょっと小畑選手の一番苦手なタイプの選手だったですね、はい、それからちょっと心配したんですが、はい、60キロ級の井上はやはり明日の準決勝進出を決めました。よかったです、はい、一勝一敗になった時に、まあ、最後の戦いはですね、はい、本当よくホール勝ちしましたね。そうですよね、はいはい、まあ、ですからそれで井上は組を勝ち上がっていきなり準決勝ですからね、明日ね、はい、明日準決勝行って、はい、うまく決勝行ってもらいたいですね。そうですよね、はい、そして井上には明日日本の男子レスリング16年ぶりの金メダルの期待が井上に託されました。さあ最後のシーン、ウズベキスタンのタイマゾフ、はい、帰った瞬間もうブリッジしませんでしたね、あそうですか、はい、ここで抑え込もうとしたんですけども、ここで返されて、はい、背中をもうブリッジしなかったですね。あなるほど、そして、結局タイマゾフのフォール勝ちが成立しまして、はい、2大会連続オリンピックの決勝に進んでタイマゾフが120キロ級最も重いクラス120キロ級をついに制しました。